どうした春雪くん。この ALO ではブレインバーストと違ってバーストポイントが手に入りやすいですね。ああ、この世界に存在するエネミーはブレインバーストほど強すぎる設定化されているわけではない。もちろん例外はあると思うが、バーストポイントを貯めやすい環境には違いない。バーストポイント、確かに新しい数値の項目が追加されてるな。これはブレインバースト側のパラメーターなのか。はい、そうだと思うんですが、多少のアレンジはなされているようです。ブレインバーストでは全ての行動にバーストポイントの消費が必要になる。バトルへの参加、強化外装やアビリティの購入、レベルアップに至るまで全てバーストポイントが要求されるのだ。基本的には対人戦で貯めていくのだが、エネミー、いわゆるザコモンスターを倒すことでもバーストポイントは手に入る。ただしブレインバースト上に登場するザコはとてもザコとは言えない強さなんだよな。ああ、攻略することを前提としていないような、そんな奴らも多い。ん？でもそのバーストポイントって個人管理なんでしょ？なんかこのステータス見ると私たちを一つのパーティーとみなして共有されてるみたいだけど。カーディナルシステムが ALO の仕様に合わせてアレンジしたとか。確かにカーディナルは恐ろしいほど柔軟に新しいゲーム性を作り出せるからな。このスバルトエリアに発生している異常事態を踏まえて、黒雪たち、別ゲームのアバターが来たことすら柔軟にシステムに組み込んでるのかもしれないな。もともとバーストポイントはゼロになった時点でブレインバーストを遊ぶ権限を失います。そういった意味ではこの仕様はありがたいですね。失うっていうのはどういうことだ？バーストポイントを失ったバーストリンカーはブレインバーストに関する記憶を失い、二度とあの世界にはダイブできなくなる。バーストリンカーっていうのはブレインバーストのプレイヤーのことか。記憶を失って二度と。ブレインバーストは親から子へとメインデータをコピーすることでプレイヤーを増やしていく。ALO と異なり一般的に周知された世界ではないのだ。リアル割れすることで犯罪まがいの行為をして強制的にバーストポイントを消されることもある。そうされないように我々はブレインバーストの存在自体と自らがバーストリンカーであることを秘匿し続ける必要があるのだ。未来の仮想世界は今と全然事情が違うんですね。でも記憶を消失させるなんて可能なの？脳を焼き切ったナーブギアを彷彿させるけど。それは事実だって思ってます。確かに実例としては少ないが、我々は見たことがある。ブレインバーストで戦っていた少年がバーストポイント全損によってブレインバーストについての記憶全てを失ってしまったのを。ちなみにクロートとロータスはナーブギアって言葉は知ってるか？はい、昔データベースで耳にしたことがあります。そうか、 SF 映画とかでよくある世界線の相違を疑ってみたんだが、今のところは地続きの時間流って感じか。何はともあれ、せっかくこの世界の仕様がバーストポイントを集めやすいのだから、思う存分利用させてもらおう。なあ、そうしておくといいさ。
アルゴ、やっぱり残ってたか。当たり前だ。こんな状況で、はいそうですかとログアウトしてるようじゃ、情報屋の名がなくってもんだろ。相変わらずだな。いろいろと大変らしいな、キーボー。手伝ってやりたいのは山々だが、俺っちも今は情報の収集に忙しいんだ。ああ、分かってるよ。一段落ついたら合流させてもらうよ。ありがとう、アルゴ。何かいい情報があったら教えてくれ。もちろんだ、キーボー。頑張れよ。Hay dos historias principales. Vale, vamos a tener que hacer esta.ではエネミーの最高位の存在ってことでいいのか。エネミーではありません、ビーイングです。今は分け合って一緒にいますが、メタトロンは本来僕たちが束になってもかなうような相手ではないんですよ。ブレインバーストのとあるエリアのラスボスだからな。なるほど、かなり高レベルな AI。 あ、いや、知能を持っているわけだな。当然です、私はハイエストレベルに達するもの。お前たちよりもはるか高次元の存在なのですよ。じゃあさ、メタトロン、この世界に起きてることや、僕らが過去の仮想世界に来ちゃったこと、説明できる？今はまだ調査中です。説明に至るには情報が足りません。Bienvenido。そうだな。今の段階ではまだ俺たちが足で探した方が分かることも多いだろう。そうは言っても、天移門が正常に動いてないし、行ける場所にも限りがあるわ。あの…シリカ、どうした？私、今日リーファさんとシノーさんと一緒にいたんですけど、途中ではぐれちゃったんだよね。はい。でも、はぐれたというよりも少し二人と離れちゃったなと思いながら飛んでたら、突然空間に障壁みたいなものが作られちゃって、二人の方に行けなくなっちゃったんです。ひょっとしたら二人とも町に戻ってるかもって思ったんですけど。そんな様子もなかったな。二人はきっと障壁に阻まれて戻れなくなってるんだと思います。天移門で行ける場所が減ったことや、今回の異変と関係あるんでしょうね。じゃあさ、その障壁ってやつのあたりまで行ってみようよ。ああ、そうしよう。シリカ、案内してくれるか。
じゃあお手上げね。この障壁は壊せない。抜け道もない。町にも戻れないとくればもうログアウトするしかないじゃない。でも絶対にお兄ちゃんたちはまだログアウトしてないって思うんです。だから私ギリギリまで調べてみようかなって。それは私も同意見だわ。またこんな異常事態に巻き込まれて、あのキリトがおとなしく身を引くなんて考えられないもの。確かに。なんだか目に浮かぶよね。まあでも行ける場所に制限がかかるだけなら、まだ警備のエラーってことで納得もできるんですけど、この変わり始めた景観、一体何なんですかね。不思議な空の色ね。綺麗だけどどこか不気味だわ。天変地異が起こり、美しい黒妖精の大地スバルトエリアが見たこともない景色に変わってしまった。おそらくこれで終わりとはならないでしょうね。何が始まるんでしょうか。さあね。だから私たちやどこかのゲーマーがこうやって調べてるんじゃない。そうですね。さあもう少し探索を続けるわよ。はい。モンスターが混ざってるわね。はい、他のやつと似てますが、パラメータが強化されてるみたいです。今までいなかったタイプですね。今回の異常事態の影響かしら。気になるわね。もう少し調べてみましょう。誰かが叫んでます。何も聞こえないけど。あっちの方から助けを呼ぶ声ですね。だいぶ離れた場所だと思います。あ、本当のようね。確かにあの距離じゃ耳のいいシリフじゃなきゃ聞き取れないわ。妖精が急いでこっちに向かって飛んでくる。逆に私にはそれがまだ見えませんよ。さすがは士族の中で一番視力のいいケットシーですね。お互いうまく長所を生かしてるって感じね。助けてくれ。どうしたの。モンスターにでも襲われたの。なんか見たこともない機械の体のやつが2体突然現れて、絶対に敵だと思って攻撃したらとてつもない威力で反撃されたんだ。片方が空からもう片方を抱えて飛んできて、仲間を手放したと思いきや、あっという間に辺りは火の海だ。まるでナパーム弾でも撃ち込まれたみたいだった。あんな敵モブ見たことねえ。とにかくあいつらは凶悪なんだ。絶対に新しい敵モブに決まってる。あんたたちもさっさと逃げた方がいい。話を聞いても全然ピンときませんね。気になるわね。行って確かめてみましょう。